黒板に描くことができる生徒には前向きな行動が見られます。チョークボードアート、またはチョークアートは、視覚芸術として黒板にチョークを使用すること。特殊な塗料を塗った黒板に消えない絵や文字を描く、もので飲食店の店頭や店内に飾る商業ベースのアートとして、カフェやレストランのメニューボード等に使われる看板アートの手法。現在は、 ポートレート、ウェルカムボード、インテリアなど様々な分野にも持ち込まれ広く認知されている。素材や色使いの工夫により、ポップな印象と高い明度の作品が多く、独特の存在感を持つアートである。パステルを使ったアートに似ており、チョークをよく使う歩道アートに関連しています。チョークボードアートは、レストラン、ショップ、 壁でよく使用されているラスクライリグゼバイナルデライオン、レスペクタクルジュコティドイエンワイダンパージューフスチ、チョークボードアートは短期間黒板アーティストには、キャサリン・オーエンズ、クリス・ユン、マギー・チョアテ、ブライス・ウィズダム、CJ、ヒューズ、スクロジョが知られている。チョークアートの発祥は、イギリスのパブ看板と言われている。イギリスからの移民と共に、オーストラリアに渡り、 オーストラリアの看板職人によって、よりカラフルでアーティスティックな現在の形となった。もともとはチョークで描かれていたものだが、耐久性や色のニーズによって、徐々にオイルパステルで描くことが主流となる。現在では、画材の種類にかかわらず、黒板に描くアートはすべてチョークアートと呼ばれている。オーストラリア全土、とりわけ、クイーンズランド州ブリスベンやゴールドコーストの、 飲食店において比較的頻繁に見られる。オーストラリアでは、アートというより、看板屋の一種法と認識されていたが、近年、多方面にわたり活躍するアーティストと工房が増え、鑑賞用の絵画をはじめ、ランチマットや、皿、カップなどのテーブルウェア、個人宅の表札、時計、ネームタグなど、多彩な商品展開をしており、オーストラリア発祥のアートの一分野という認識に、 変わってきている。ゴールドコーストには、チョークアーティストが直接指導する専門学校があり、数十時間のレッスンを受講することで受講者全員に、各学校から独自の民間資格証明書が発行される。オーストラリアの女性アーティスト、モニークキャノンが講師として、広く知られるほか、かつてモニークキャノンのアトリエで講師を担当していた、女性アーティストリサポラック、 ジェフ・ハップフェルドの学校が精力的に活動を行っている。現役アーティストの工房でプロから直接指導を受ける。この方式はオーストラリアンアドベンチャー・スタディ・ツアーズがアーティストと共同企画、開発した独自のシステムであり、この新システムは本来自らの技法を外部に伝えたがらなかったオーストラリアのアーティストの認識を変え、 全豪でも類を見ないユニークな専門学校として注目を浴びた。また、企画、PR を担当するオストが日系企業であることから受講者のほとんどが日本人であることも特徴。日本におけるチョークアートはオーストラリアに渡って技術を学んだ者が日本にその技術を持ち帰り各自に広めたのが始まりである。現在、日本でもチョークアートは オーストラリア同様、広く認知されつつあり、各チョークアート教室の受講者や、オーストラリア各学校の卒業者の数も増えてきている。講師として、チョークアートのレッスンを行っている卒業者も増え、現在は日本においても、気軽に作品を購入したり、教室でレッスンを受講できるようになっている。日本で、初めに設立した協会は、日本チョークアート協会であり、 その後も、数多くの教会、団体が22で設立されてきている。しかし、オーストラリアの専門学校及び、日本各教会が主催する教室の卒業者の場合は、全員に民間資格証明書が与えられ、同じ肩書きとなるため、優秀か、そうでないか、個々人の実力にかなり差がある場合がある。レッスンを受講する場合も、おしなべて受講料が、 オーストラリアの各専門学校よりも高額であることが多い。ギネス世界記録もあり、2014年10月12日には、ウオズ商工会議所青年部が、ウオズ市のミラージュランドのイベントで、テーマに沿っているか、完璧に描かれているなどを審査され、308枚が認定、従来の記録を塗り替えた。奈良県王子町ではアートによる地域振興として、 聖徳大使の犬をモチーフとしたご当地キャラクターゆきまるとチョークアーティスト銀の沢子のコラボが豊富に開催されている。ありがとうございます。